経験しています。それでは今日の大熱戦をハイライトで振り返ります。第一マッチはダブルスです。 TT 埼玉小林博夢曽根かける今シーズン5勝3敗、岡山リベッツはハオシュワイ田添響今シーズン2勝0敗連勝中のペアの対戦でした。いやこのダブルスの試合はですね本当にレベルが高くてでミスも少なくですね4人が全員やっぱ攻守がしっかりしているということで素晴らしくいい内容になりましたね。ただやっぱりこうゲームを決めたポイントというとやっぱりもう僕は今日は田添響の、はい、プレーだなと思いますね。まあ、やっぱりこう終始ですね足も動いてましたしやっぱ特に大やっぱ素晴らしいなと思ったのは最後のところでやっぱりこうこのカウンターもすごかったですけれどもやっぱり台上フリックであったりとかっていうところ、まあ、今日は非常にプレーが安定してて良かったと思います。まあ、渡辺さん例えば今シーズンなかなかが出番がなかった中でこれでダブルス3連勝になりました。そうですね、本当に素晴らしいですね。ダブルスこれで岡山10勝1敗ですね。そうですね。そして第2マッチからはシングルスです。 TT 埼玉究極のオールラウンダー相田聡対岡山リベッツは昨シーズンの MVP ハオシュワイ、過去の対戦ではハオシュワイの2勝0敗でした。そうですね、やっぱり今日第1ゲーム第2ゲームとこう間のやっぱり出来が本当に良くてですね今日はもう間が勝つんじゃないかなというようなもうすごく感じで見てたんですけれどもやっぱりこの間の武器であるこの攻撃を止めれるハオシュワイっていうのはやっぱりこうこうやってカットにですね追い込む力を持ってましたよね。ただやっぱり勝負を決めたのは第2ゲーム第4ゲーム10対10のところでレシーブハオシュワイだったわけですね。そこでやっぱり両方ともチキータエースでいけた、このサービス力のある間のサービスに対してそういうやっぱりこう形が取れたハオシュワイの強気の攻めが今日は勝利したんだと思いますね。4ゲーム中3ゲームが11点という接戦になりました。ハオシュワイこのガッツポーズこの表情です。ゲームカウント3対1で勝利。そして第3マッチは TT 埼玉アンチェヒョン岡山リベッツ埼玉県出身の吉山良一でした。いやもう非常にですねこういう見応えのあるラリーが多くてですねフォアサイドはまあアンチェヒョンが強いバックサイドはやっぱ吉山有利というような展開でもうラリーもですね激しかったんですけれども、まあ、途中ね吉山も苦しかったところをですねやっぱ第4ゲームの取り方が非常に良くてこれは吉山の流れかなと思いましたけどもやっぱりこのファイナルゲームでやっぱり勝負のかけ方っていうのがやっぱアンチェヒョンが今日は1枚上手だったんじゃないかなという気がしました。すごいドライブの引き合いでしたね。いやこれねぜひねこういう試合があるのでライブで見ていただきたいなと思うんですけれども打球音がすごいですね。アンジェヒョン嬉しい T リーグ初勝利を手にしました。そして第4マッチは TT 埼玉快速ブルドーザー曽根×岡山リベッツ丹羽幸輝、昨シーズンはゲームカウント3対2で丹羽が勝利しています。いややっぱりですねこの曽根のスピードとパワーこれにですね本当に第1ゲーム丹羽はなかなかついていけなかった。先ほどインタビューでも言ってましたけれどもやっぱりそこからどうやって崩していくのかなっていう中にすごくストーリーを感じましたよね。それはやっぱりミドルをうまく使った展開であったりとか強弱でやっぱりこう特に第5ゲームの最後サービスエース2本取ったサービスなんていうのはスローにしてるわけですよバウンドのタイミングを、こういうやっぱ卓球の持てる変化を全て操っている丹羽幸輝素晴らしい試合を見せてくれたと思います。ありがとうございましたと言いたいですね。丹羽が3対2で勝利して岡山リベッツマッチカウント3対1これで5連勝としています。勝ち点を21